即興での振り付け、紫テルの才能と美しさと筋肉、こんな人そうはいない。夜が深まり、一人の男が疲れ果ててソファに腰を下ろしました。日々の疲れが体を重くしていました。かの目は眠気によって重く、そのまま眠りにつくかのようでしたが、突然、部屋に音楽が響き渡りました。その音楽はかの中に何かを揺り動かしました。まるで、目覚めるような感覚が彼を包み込んでいきます。 男は意識を取り戻し、まぶたを開けました。すると、部屋の中央には一本のバラの枝がありました。そのバラの枝を手に取り、男は体を起こし、部屋の真ん中に立ちました。音楽は男の心をつかみ、彼の魂を呼び覚ました。男はまるでその音楽に導かれるように、体を動かし始めました。最初は小さな動きから始まり、徐々にリズムに合わせて大胆に動き出します。その即興のダンスは、 まるでたのないなる感情が外にこぼれ出すかのようでした。そして、それはただのダンスではありませんでした。彼の身体の動きには、悲しみや喜び、怒りや希望、様々な感情が込められていました。その表現力豊かなパフォーマンスは、まるで彼の魂が音楽を通じて語りかけているかのようでした。この男、それは平野史洋でした。彼は歌手としての才能だけでなく、ダンサーとしての技術も高く評価されていますが、 その全てを凌駕するのは彼の演技力です。彼の顔は一つの角もなく美しく、音楽に合わせて体が優雅に動く姿はまさに圧巻です。彼のパフォーマンスを見て、私は思わず息を飲んでしまいました。彼のダンスはただ美しいだけでなく、その背後には彼自身の物語がありました。彼の目は時に悲しみに濡れ、時に喜びに輝いていました。それはまるでかのないなる世界をかいま見るかのようでした。 彼が私たちに伝えたいメッセージは明確でした。いつも幸せでいてね。疲れたら音楽をつけて踊れば悲しみも乗り越えられるという言葉は彼のパフォーマンスからも伝わってきました。音楽が彼の人生に新たな意味を与え、彼自身もその魔法に取り憑かれているようでした。彼のダンスはまるで彼の内面の葛藤や喜びを表現する一つの手段であり、その美しさはただ見るものを魅了するだけでなく、心に深く訴えかけるものでした。 平野紫耀の即興パフォーマンスは、単なるダンスの一瞬ではありません。それはかのないなる世界を表現する鏡であり、見る者の,の心に深い感動を与えるものです。彼の才能はただ強端に値するだけでなく、彼のパフォーマンスからは彼の人間性や情熱が滲み出ています。その瞬間、私は彼のファンになったことを自覚しました。彼のパフォーマンスは私たちに勇気と希望を与えてくれます。そして、 彼の言葉が私たちに届けられた時、私たちはその深い意味に気づかされました。音楽という魔法の力は、私たちの心を癒し、幸せをもたらしてくれるのです。このように、平野潮の即興パフォーマンスは、ただのダンス以上のものであり、彼の魂が語りかける言葉であり、私たちにとっては心の奥底に響く感動の一瞬なのです。そして最後に、あなたは平野潮のパフォーマンスを見て、どのような感情を抱きましたか 彼のダンスがあなたの心に何をもたらしたか、ぜひ教えてください。